おいなち頂戴する。バナナ買わなかったぐらいでおいなち頂戴されたくないよ。どんだけだよ、バナナの恨みすげえな。あー、せっかく救ったのに。ちょ、待って、はい、おいで。さ、この中においで。なんか下にさ、まだなんか入ってるよね、これ。それもちょい若干気になるけん。救えてね。この水の中に入ってるやつもちょっと気になるけんさ。よいしょ。これで。あれ？開いてない。開いてない、開いてない。ねえ、これどうやるのこれ。なんかせんといかんのよね。え、何をせんといかんのやろ。どれだ？爆弾？とりあえず。違う違う違う。おー、何を使ってどうするんだ？アイスメーカー。アイスメーカーをちょっと作ってみたりとか。関係ないな。超浮いてるな。超浮いてるな。これ何するんだ？え？あ、あれかもしかして。ちょ、待って、あれ返してほしいんだ。あ、そっか、こっちか。こっちか。ちょ、待ってね。もしかして、あの器の中にさ、いっぱい玉を集めて、で、それをあそこに沈めたらいいってこと？これじゃない。マグネキャッチ。これで、あ、届いてない、もしや。さあ、来い。これをこの中に、あ、そっか、まずここにセットしといて、あ、セットするだけでいいの、あれ。マジかよ。あ、セットしてのってことやね。あとはあの玉を、これもう外して大丈夫。大丈夫じゃねえぞ。あ、ってことは、ちょっと待って、先にこの玉を上に置いとかんといかんってことかな。ちょ、待ってね。はいはい。これぐらいか。はい、すくい上げて、で、この上に、この上に、上にっていうか、これちょっとひっくり返したいんやけどさ。あ、くそ。ダメじゃん。これをさ、そこの上に乗っけたいんだけど。持っていけねえ。なんだ、どうやればいいのこれ。え、どうやればいいのこれ。え、だってこれ多分撃てないでしょ。撃てなかったよね。そうなんだよ、撃てなかったんだよ。だからやっぱりこれを中に入れて、これを中に入れて、で、この上で落とさんといかんのよね。要は、ちょ、待って、もうちょっと向こう行って。そう、この辺りでちょっとこういける？どうやってさ、これをひっくり返せばいいか、ちょっといまいち。あ、出る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 。え、出た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 、出てない。え、出なくね。出ないっすよね。どうやれば出るんだこれ。超振り回してみたりとか。無理じゃね。こう。え、もしや、もう出てる？出てんじゃん。何やってんの？反対向いたし。反対向いたら本当に脳みそみたいだな。よし、これで。これでじゃあもうあとは。どこよ？あっこに。置けばいいと。いうことでしょ。ここでしょ？はい。
よし、オッケー。そういうことね。それで、あ、水が引いた。あ、下に入り口あるやん。もうあの器いらんのかな、この器。あ、もう持って入れんか。なんかこういうとこさ、敵が出てきそうじゃない。あ、おらんかった。あ、おらんのか。こういうとこってなんかありそうな感じするけど。あ、ゴール？え、ゴールやん、やった。もう何もないの？なんかちょっと拍子抜けな感じやけど。とりあえずあたりぐるっと回ってみますよ。何もない。何もない。あの上とか、なんもないね。はい、着きました。着きましたよ。どうもどうも、誰さんやったっけ。試練を克服されよくぞここまで。あなた様こそまごうことなき勇者。今こそ女神ハイリアンナにおいて克服の証を授けましょう。これで四つ目やろ。イエーイ。やったね。次は体力を増やそうと思うよ私は。克服の証、試練を克服した者だけが授かることのできる勇者の証明。これで我が役目は終わる。女神ハイリアンの家具があらんことを。一応ね、体力、持久力、体力、持久力っていう風に交互に増やしていこうかなって思いよるけん。おー、めっちゃ晴れやか。いいね。でもなんかその辺に敵おりそう。ほら、リザルフォス。なんかこの辺さ、塔と、祠がなんかいっぱいあるよね。あれ多分寝よるリザルフォスやろ。なんかちょっとこんもりなっとる部分。さあ、これで、じゃあちょっと次の祠目指していこうかな。次の祠あれか。あ、全然寝てなかった。超普通におるわ。見つかりませんように。なんか見つけたらさ、すげえ速さで来るやん。これ敵じゃないん。ただ単に風に吹かれよるだけ。ちょっと一瞬、敵かなと思ったけど、全然違うね。あ、あれ前にさ、私が遠くから見よった、炎を持っとる敵やないん。お、コポンガ村跡。え、なに村？コポンガ村跡。なんかこの村滅ぼされとるよ。魔物にってことかな。かわいそうに。なにこれ。錆びた両手剣。錆びてんのか。登るな。あっこの塔も。何？なんかこっち向いてきてない？うん、よかった。何も来てないね。あれは普通の牛か。村跡、超錆びれてんな、ま。とりあえず、とりあえずはあの祠かな？あの祠が一番近そうな感じがする。水牛かなんかかな？いやー。もうダッシュ。あー、逃げてくか、やっぱ。まあ、こっちで向かって来られるよりかはいいかな。一発でやられそうな気がする。なんか串刺しにされて。お、リザルフォスおる。あ、なにあれ。コログの妖精や、きっと。すげえ速さだな、おい。逃げんなし。逃げんなって、おい。どこ行った？消えた。あっこにおったら来るんじゃない？どう？こっちから行ったら。あ、はい。そっ。やべえ、口笛とか吹いちゃったんだけど。口笛とか吹いちゃったんだけど、気づいてねー。アホなの？あの子アホなの？ほい、来た。うわ、見つかった。ありがとう、コログの実。またねー。なんかさ、コログの妖精さ、3桁おるらしいんよね。コメント欄で教えてもらったけど。なんか詳しくは、わからんっていうか、詳しくは言わないけど、3桁ありますよって言われて、やばってなったよね。まだ全然10とかだよ。あ、まあそりゃ、一回、ね、何個かコログの実、渡しちゃったからあれだけど、
この辺の水牛ってさ、やっつけれるんかな。やっつけたら肉になる。爆弾投げればよかったかな。あ、なんかキラキラ鳴りよるよ、これ。なにこれ、珍しそうじゃない。ゴーゴーハスの実。水辺に咲いているハスの実。水中深く張り巡らされた根から集まった栄養は料理に使うと移動速度が上がる効果として現れる。へえ、いただいていきます。あ、この辺もなんかいっぱいあるやん。あの岩の上とかなんかありそうやけど。ゴーゴーハスの実。あ、あ、そっか、試練の祠を探知、そりゃね、見えてっからね。間違えた、ちょっとリモコン爆弾の方に一応切り替えとこうか。ち、近くの水牛たちはみんな逃げていったのか。あ、あの辺もなんか、あ、あの辺なんかゴブリンおるよ。ゴブリンじゃねえわ、ボコブリン。この辺なんか若干ボコブリンの巣っぽいね。湿原の駐屯地跡。超ボコブリンおるやん。はぁ、ちょっと呼ぶなし。呼ぶなし、おい。はい、ちょっとこの辺の、あ、木の矢。木の矢はちょっといいよ。いい感じだよ。あれそうやろ、祠やろ。お、何そこの人、なんか話しかけられた。誰、レトウガン。へー、こっち、こっちであります。カッパじゃなかった、びっくりした。ゾーラ族か。超びっくりしたんですけど、めっちゃカッパやと思った一瞬。突然お呼び止めしてすみません。私はゾーラ族のレトウガンと申す者であります。あ、ってことはもうゾーラの里近い？あなたをハイリア人とお見受けして声をかけたであります。今ちょっとだけよろしいですか？どうぞどうぞ。ありがとうございます。好青年だね、なんか。何？あそこの山の上の塔、見えるでありますか？私がさっき行こうとしたとこかの。あの塔の北側を流れるゾーラ川の上流、ダルブル橋に行ってほしいのであります。ふんふん。ダルブル橋。今あなた、なんで俺がって思いましたね。まあ誰だって通りすがりにゾーラにいきなりこんなこと言われたらそう思いますよね。でもこれ、あなたにとって絶対お得な話であります。なんとゾーラ族のシド王子が強いハイリア人を探しているのであります。シド王子のお願いですから、おそらく褒美も。なのでゾーラ川上流、ダルブル橋のシド王子を訪ねてほしいのであります。お、やっとゾーラの里が近づいてきたっぽい。イベント発生した。イエーイ。でもちょっと待って。私ここのキノコ取ろうと思ってたからさ。若干待ってね。あとそこの祠にもちょっとチャレンジしたいから。リンゴも取ったし。よし。レトウガンさん。どうもどうも。ここから話せるん？話せねえのか。近づかないと話さないの？あ、話せた。ハイリア人の。もし俺らが指導時に会ってみる気になられたら。まあ、じゃあそこの祠クリアしたらそっちの塔を登ってみるね。あのゾーラ川の上流にあるダルブル橋に向かってほしいであります。なんかさ、ケロル軍曹みたいな感じやね、話し方。ちょっとすげえそれをね、彷彿とさせる感じの。あ、いなくなおったわ。何、ついてくるの？何、ついてくるの？いや別についてきてないわ。若干なんかすげえついてくるこの人って思った。え、あれなんかまた茨みたいなのいっぱいあるんやない周り。やめてよ。近くにさ、なんか焚き火かなんかあってくれたらあれやけど、あるんかな。なんか茨、この辺のさ、燃やせるっていうのを聞いたから、燃やせるんだったら燃やしたいんやけどさ、あります？ちゃんと。あ、びっくりした。めっちゃびっくりした。やめて。向こうもびっくりしたかもしれんけどさ。びっくりした。丸腰かと思った。弓持ってるのね。弓は私多分、もう持てないでしょ。あの、矢が欲しいんだ。ないじゃん、矢。持っとけよ、矢。持っとけよ、矢。何？敵いた。敵いた。てかマジさ、あのリンゴなくない？焚き火がないと無理じゃね？入れなくね？ねえ、
んなん、せっかく渡ってきたっていうのに。とりあえずやっつけとくね。はいはい。あー、リザルスピアが壊れそう。来い来い来い、よっしゃー。なんか超撃たれるんですけど、あいつ。あ、ダメだな。あっこまで届くかな。届かん。流れに乗ってさ、ちょっと若干。くそ、無理よね、多分届いてないよね。ん、あれもね、あのさ、白い状態になってるリザルフォスって何？ちょっとトゲボコ槍もらってくね。白い状態になってるやつはなんかちょっと仮死状態的な感じですか。とりあえずここの祠はじゃあ、まあまた後回しにしとこうか。後回しにしといて、近くに焚き火もないっぽいし、じゃあ塔にも、雨降ってきたね。雨降ってきたね。どこ塔？あれどこ行った？あれか。よし、じゃああっちに向かいま、びっくりした、ちょっと。あんたらいろんなとこから現れるよね、チュチュ。はいはい。まあ別に素材集まるけんいいんやけどさ。じゃあとりあえずあっちに向かいます。たどり着けるかな？たどり着けるかな？なんか結構遠い気がするんやけど。あ、まあまっすぐ行きよったら大丈夫かな。え、あれ、集落じゃね？あれ、リザルフォスの集落じゃね？これちゃんと進みよる？進みよんか。あ、途中でこれ溺れるな。ハイラルバスゲット。泳ぎながらハイラルバスゲット。これ多分ね、あの、川の流れ早いやろ。あ、溺れるわ、これ。溺れてさっきの祠のところらへんに戻らされるかな。ですよね。ですよね。こっち戻らされるよね。一旦ちょっと近場の、こっちの方に、一旦渡ってった方がいいか。でも多分あの辺の敵じゃない？あ、でもあっこ、足場ある。お、なんかこれでかくない？これ超でかくない？マックスバス。水辺に住む大型の魚。大きな体にたくさんの栄養を蓄えている。料理に使うとハートが限界を超えて回復する。やったね。ほら、あの辺多分ね、白い浜辺？多分足つくところやと思うけん。流れが速い。多分この流れに逆らって生きよるけん、余計体力使うんやろうね。頑張って、お願い、たどり着いて。あれ、さっきのオクタとかは？もうお亡くなりになったの？私やっつけてないけどな。よっしゃ、着いた。この辺の違うよね。とりあえずこっちに渡ってきた。ん？あれ、あっちよね。ん？あっちよね。あれじゃないよね。あんな遠くなかったよね。まあ、こっちの塔に向かいましょう。この辺全部足場？いやね。てか、さっき見かけたあのマックスバスやっけ。もう、パッと見からすげえでかかったね。あ、これ何？頑張りガニ。雨が降ると大量に現れることで有名。身がしっかりしており、疲れを忘れる旨味を持つ。料理に使えば頑張りゲージを回復できる。お、やったね。雨降ってるから大量におるんやない？いや、そうでもないけど。あ、おったおった。あ、頑張りガニいっぱい。あ、キツネもおるな。キツネ。ちょっとあの、私に獣肉を。ちょっと私に獣肉を。はい。届いたわ。よかった。気づかれたけん、そこで逃げられるかと思ったけど。普通に届いた。体力回復用のね、アイテムをいろいろと取っておかんと。え、あ、この塔登れる？あ、トンボ。ポカポカヤンマ。羽の先端の赤い模様が特徴的なトンボ。羽に発汗作用がある成分を持ち、魔物の素材と煮詰めると、さらに、ん？寒さに耐性を得られる。へぇー。てかあれやね、リンクすごいよね。あれ人か、人やね。リンクってさ、何でも素手で捕まえることない？これ飛び盛りやったらさ、絶対素手じゃ無理やん。それぞれなんか釣り竿とか
虫取り網とかいるやん。頑張りがんちょーる、まあ、これ1匹あたりハート1つ回復できるけん超いいよねめっちゃ集めとこ。あ、今なんかおった。頑張りバッタかな。待って、なんか奥田とかおるし、あの近づいたらちょっと威嚇みたいな感じでふわふわするのやめてほしいね。これあれかな、イーガダンかな、ぽくない。あ、商人、さあさあ買った買った、ん、さあさあ買った、さあ買った、私のバナちゃん見てらっしゃい。バナナ、黄色に色気づいた頃、一皮むけば雪の肌、味は夢か幻か、さあさあ買った、さあ買った、結構です。そんなヤバは言っちゃダメだよ、バナちゃん機嫌を損ねちゃう。売るのは私、買うのはそっち、つべこば言わずに、さあ買った、いいってば。やっぱいいがだんでしょ。お兄ちゃんバナナ嫌いかい、おいらちょうだいする。バナナ買わなかったぐらいでおいらちょうだいされたくないよ。どんだけだよ、バナナの恨みすげえな。くそ、やべえ、待って待って、やべえぞ、バナナの恨み怖。とりあえずこの辺の焼き獣肉、焼きエレキカレーピラフ。あ、今のくそ、背後トゲボコ槍が壊れたよ。ちょっと待ってね、強化リザルスピアかな。はいはい、これ結構遠くまで攻撃できるけんいいよね。やったー、バナナもゲットはい、首狩り刀もゲット。あの人ら結構いい武器持っとるよね。なんかさ、遠目に見たらさ、私が商人からバナナをくすね取ったみたいにしか見えんことない大丈夫。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。